皆さんどうもこんにちは。ファミツアップの店長小島と申します。今回ですね、新たにクラッシュオブキングスというゲームの動画を、ファミツアップで取り上げていくことになりましたので、紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。というわけでですね、まあ、早速、右の方に、ゲーム画面が出ていると思いますが、いきなりこの画面何なんだっていう感じなんですけれども、私本当にクラッシュオブキングスというゲーム初めて遊びまして、この辺りがちょっと、まあ、チュートリアルから触れていくみたいなね、ソフトタッチなところから入っていこうかなと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いします。というわけでね、早速ゲーム画面を見ていただければわかるんですけど、なんか農場を2個建設してくださいって書いてあるんですけど、まあタップをすればいいのかな、どうなのかな、よくわかんないな、誰か教えてくんないかな。そこはタップすればいいんです。何かが聞こえてきた、すごいウィスパーのボイスで何かが聞こえてきた。今の声は誰なんじゃい。ファミスアップの方で攻略記事を担当しておりますポンセ松本と申します。あー、天の声の救いが来たぞ。つまりこれをタップしていけばいいんだな。なるほどね。じゃあというわけで、天山小島と天の声ポンセ松本の2人で動画の方をやっていきますので、よろしくお願いしますね。じゃあ早速やっていきます。はい、というわけでね、木材を生産する場所である。なんともね、日本語的にはかなり硬い感じあれですけども、じゃあ早速建設の方をしていきますと。そうすると、時間が表示されるんですね。はい、待ってる、できましたと。はい、すげえ簡単。あ、今度は綺麗なお姉さん出てきちゃった。いやお姉さん、俺と一緒に城建てていきませんか。意味わかんねえ。よし、次、騎兵を訓練する場所である。うん、これはあれなんですね、素材とかが全部逐一表示されて、で時間が表示されてっていう感じなんですね、松本さん。はい、そうですね。ですからそれに従ってやっていれば、初めての方でも簡単に建物を建てていくことができるんです。なるほどね、本当初心者に優しい。こんな天候地でも城が作れる。大丈夫です。安心してくださいですか、もしかして、はい、そのノリは。あ、いいですね。おっと、なんか同じところになりましたね。今度訓練、これは兵士の訓練ですね。ほう、騎兵っていうのの訓練をしろと言われてますね。さあ、というわけでね、お姉さんと一緒にね、次は兵舎を建設して歩兵を訓練しましょうと出てますね。まあ、と言ってもあれですよね、なんか流れでやってきましたけど、まあ、このゲームってどんなことやるゲームなんですかね。このゲームはですね、一つの城を統治する領主に自分プレイヤーがなるんですね。ほう。そしてその同じようなお城が、非常に広い帝国の中にいっぱいあるんですよ。帝国の中にいっぱいある、はい、なるほど、群雄割拠的な感じなんですね。もう本当にそういう感じですね、戦国時代です。でその中で、1位、うん、国王の座を勝ち取ろうというそういうゲームです。はあ、なるほどね。俺は今までの成績とかで1位取ったことねえからな。いえ、取れるのかな。大丈夫です。不安が山積みな始まり方ですね。で次はですね、任務っていうのが出てきましたね。これは何なんですかね。これは任務はですね、いわゆるクエストみたいなものですね。ほうほうほう。達成するといろいろな報酬がもらえます。なるほどね。あ、これで僕は農場を2個建設してたからっていうことで OK だったっていう感じですかね。そうですね。なるほどね。続いて、あ、ヒント、推薦任務をクリアしていくと帝国を発展させることができます。あ、この左下に表示されてるのがクエストなんですね。あ、今ヒントをクローズアップされているのはヒント、はい、これに沿って、城を育成していけばこうスムーズに進めるものですね。なるほど。任務はですね、その一番下の、メニューバーの任務というアイコンがあります。ああ、あります、あります。そこをタップすると中身が分かります。なるほど、分かりました。つまりまあ私としてはヒントを頼りに進んでいけということでございますね。そうです。なるほどね。しかもこれはヒントをタップするとその場所に移動するんですね。あ、はい、とても親切ですね。いやー、助かりますね。本当に国を作ったことのない俺でもやっていける、そんな気がする今日この頃。全然大丈夫です。お、またヒントが出てきましたね、はい、あ、市場レベルが2にアップが出ましたね。お、レベルが2にアップしましたか。はい。これはレベルを上げていくと何か変化があるんですかね。市場というのは
要するに、プレイヤーが治めるお城そのものをですね、はいはいはい、これをレベルアップさせることによって建設できる、施設が、多くなったりします。なるほど。じゃあその建設できる施設が増えていけば増えていくほど戦略の幅が広がっていくみたいな感じということですね。そういうことですね。なるほどね。じゃあどんどん作っていけってことなんですかね、はい、今度は左下のアイコンをタップしようという指示が出たのでタップしてみると、はい、あ、これがさっき言ってたあれですかね、はい、軍用だけのこれが自分の城の外の世界です。なるほど。なんか変すごいのがいますね。あ、これはおお、すげえ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 、はい、なんかいろいろ映ってる。なんか俺のところに来ちゃって大丈夫なの、はい、これで、兵士が天狗さんのものになりましたね。マジで？あんなにいっぱい俺の下に来ちゃったの？どうしよう、俺そんなに立派な男じゃねえんだけどな。関係ねえか。いえいえ、大丈夫です。そして今見ていただくわけなんですが、はいはいはい、農場、城の外にもですね、今城の中に農場とか作りました。そうですね、はい、それとは別に城の外にも農場があるんですよ。へえ。でこういうところに軍隊を派遣するとその農場の、まあここですと農場なんで食料を、奪うこともできます。奪うんですか？採取といった方がいいでしょうか。なるほど。はい、まああれなんですかね、地方デイエみたいな感じなんですかね。はい、なるほどなるほど、うんうん、じゃあ早速タップしてみましょうか。するとあ、でも本当占領って出ますね。じゃあ他人の土地を勝手に取っていくっていうそういうスタイルってことですかね。グヘヘヘヘ、わしのもんじゃって感じですかね。時間が必要。はい、これは時間がかかるのでその間に他の方を進めておきましょう。なるほど、並行して他のこともできるということですね。はい、はい、じゃあお城の中に戻ります。港の区域が開放され貿易船が到着しました。なんだと、船が来ただってよ。船が来たぞーっつってね。貿易船は毎日必要な物資を運んできてくれます。あ、いわゆるログインボーナス的なところですかね。はい、ログインボーナスですね。なるほどね。でも1日1回しか貿易船来ないなんてなかなかケチいんですね。とか言っちゃうとダメなのかなみたいな。なかなか設置がいいですが、ただ、うん、7日間やりますと必ずコインがもらえるんですよ。コイン、はい、コインは何に使うんですか？これは課金アイテムですね。あー、はい、なるほどなるほど。じゃあまあ、1週間必ずログインしていれば課金アイテムは少しずつ増えていくと。そうです。あ、じゃあもう課金税も安心だと。はい、なるほど。天狗寺は7日間しっかり集めていかないとな。コツ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 で戻ると。はい、お、収穫来たぜ。取るぜ取るぜ。あ、すげえ、ワンタップで取れちゃうんですね。はい、早いな。こういうなんかスムーズな感じはいいですよね。そうですね、非常にプレイがしやすいですね。なるほど。主城をレベル2にアップ。はい、先ほどのここが俺の城なんですね。そうですね。俺どの部屋に住んでんだろう。やっぱり上の方じゃないでしょう。いや、ここはあえてダマクラかす気分で多分左下の一番低いところに実はいるみたいなね。引っかかってくんねえかな。敵を想定してるわけですね。そうですね。これのレベルアップってのを押せばいいのかな。はい、そうです。次のレベルから解放される、なんか解放されるんですかね。ずんずんと。これで今上に無料っていうアイコンが出てます。はいはいはい。でこれはですね、普通の状態でも残り5分になると建設はスピードアップができるんです。なんと親切。はい。このアイコンをポンと押せば一瞬で建設が終了します。マジですか？してますよ。はい、ちょっとね。本当だ。落ちた。すっげえ。なるほどね。で発展させていくごとに経験値とかが入ってるんですね、ちゃんと。そうですね。なるほど。でより強くなっていけると、はい、左の上の方にプレイヤーのアイコンがありますね。はいはい。俺こんなおっさんなんだ。はい。これはいろいろ変更後で可能になります、ね、あ、そうなんですか。はい、まあ、でも将来はこんなダンディーな男になってみたい、そんな気持ちがいっぱいある天狗寺でございますよ、本当にね。それには返しがなかったということで、よくあるパターンですよね。知ってますよ。あ、これ2個建設だから、はい、新たなところの土地をタップすればいいかな。そうですね。で、お、はい、あ、これですね。これをタップして建設、建設。あ、これでも無料って出るんですね。はい、まあでも 2秒ぐらいだったら待ってろよみたいな話ですよね。なるほどなるほど。次は弊社をレベル、
なるほど。こうやって一度出来上がった建物も、強化していくことで強くすることができる、はい、そうです。これは機能が増えたりするということなんですかね。そうですね、まず施設のレベルアップをすることで戦闘力そのものが上がります。ほうほうほう。それから例えば兵舎ですと、はい、よりレベルの高い強力な兵士を訓練させることができます。へー。じゃあ他の施設でもレベルを上げることでいろんな機能が開放されていくっていうことなんですね。そうです。逆に言うとあれなんですか、農場とかのやつはレベルアップすると何がどうなるんですかね。農場の場合は収穫量が増えます。ああ、なるほどね、はい、やっぱそういうね、いっぱい収穫しないと後々大変ですからね。かなり厳しくなってくるので。あ、そうなんだ。後半はそうなんだ。はい。なんだ、今ちょっと軽いノリで現実的な気分で言っただけなんだけど、まあ、今は本当にサクサクと進めていけるので。はいはいはい、なるほどね。これも無料して、はい、ポチッとなっててますね。氷壁をレベル2に上げ、あ、これもタップできるの。そうなんです。へえ、あ、本当だ、すげえ。トラップ数、防御値とか、はい、やっぱ攻めてくるやつに対する守りの要ですからね、はい、この辺りも重要だということですね。あ、もうレベル3にアップできるんだ、中将、はい、早いな。ちょっと俺の城そんなに早くて大丈夫？大丈夫です。そんなペースで大丈夫か。大丈夫だ、問題ないって言っちゃダメかな、まずかったかな。懐かしいですねまあ、ネタが分かる人はシーってしておいて、分からない人は検索はかけないでね。はい、というわけでこれはちょっと当分待ちかな。そうですね、今9分46、45度出てますので、うん、あと4分ほどで無料がまた出ますので。なるほど。その時までは放置ですね。そうですね。じゃあ他に何かやっといた方がいいのかな。このなんかマーク出てるやつとかタップしたらどうなるんですか。あ、これはですね、訓練が完了したということです。ああ、はい、なるほど。依頼をしていた内容が達成するとマークが出ると。今左の方騎士がちょこちょこって動いていったの分かりましたか。ごめん、ちょっと分かんなかった光っている旗のすぐ横に騎兵がいますよね。あ、本当だ、白い馬が一匹だけ、はい、なんか一人しかいなくね、大丈夫一人だよね、はい、何人かがこう集まってると思って。ああ、なるほどね。何人かが集まるとでかく見えるって、そんなわけねえだろっていう、ね、あ、いや、そんなことは、まあ、そういう仕組みってことですね。はい、そうですね、はい、理解しました。なるほど。他のところも似たような感じで時間が進むにつれていろいろやってるっていう感じなんですかね。そうですね。なるほどね。とりあえず今できるのは、宝箱のアイコンが出てますね。あ、はいはいはい、貿易船の近くですね。はい、タップしてみてください。タップします。お、これはログインボーナスとはまた別のものがボーナスとしてもらえるんですね。なるほど、はい、これは一定時間、一定時間というか、ある程度のランダムの時間でどん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 来るので、はいはい、気が向いたらチェックしてみてください。なるほど。まあ、こまめにチェックすれば儲けることができるっていうことですね。はい、そうですね。やっぱこまめなね、あれは重要ですからね、はい、じゃあちょっと任務の方に1ってついてるんで、それちょっと見てみましょう。はい、任務チェック。あ、2個建設したからっていうこと、はい、2個建設したことによって方針もらえますね。ほうほう。経験値24食料600、はい、市場レベル2。あ、これももらえる。はい、おー、すげー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 、いっぱいいっぱいいっぱい。序盤はヒントに従って建設を進めていくだけで、こうして任務がどんどん、達成させされていく形になってますね。なるほどね、はい、あ、じゃあもう並行して任務もクリアできちゃって、本当に一石二鳥なんですね。ですからヒントはある程度慣れるまではもう出しっぱなしにしておいた方がこのゲームは進めやすいです。なるほど。逆にある程度したら別に隠すこともできるっていうことなんですね。そうです。ヒントの方が、なるほど、はい。まあ、それによってね、その自分の目的が、見えなくなってきちゃうと困ったりもするっていうことですよね。はい、なるほどね。で、今任務を達成ボタンを押していると、一番上のバーがどんどん増えているのが分かりますか。あ、本当だ。最初2とかだったり8まで増えてますね、はい、20分の8。さらに押していくと、あ、9に増えましたね、はいはい、これは20まで達成すると何かあるんですか。そうするとちょっといいことがありますね。なるほど、はい、じゃあそこまで行くまでもうちょっと頑張るよっていうことですね、はい、了解しました。その秘密は秘密のままにしておきましょう。そういえばあれですね、マップの方に行ってたやつらどうだったんですかね。あ、今度はまた世界マップについての細かい紹介ができましたね、はい、なるほど。さっき行ってたやつらはどこ行ったんだろう。
ここでしたよね確か、はい、今あの農場の上に緑のアイコンが出てますね、はいはいはい、そこで今採取を行っているという。じゃあ現状確認はこれでおそらくできるよ、はい、みたいな感じなんですかね。現状確認はこうか、はい、説明です、ね、説明、はいはい、これが現在の採取の状態です。これはどれぐらいしたら帰ってくるとか何かあるんですか。これはですね、一度この画面を戻していただければ分かるんですが、はい、顔は左上の顔アイコンの下に最終中という面があります。そこになるんですね、はい、でそこが今カウントダウンしてますが、はいはい、これがゼロになると自動的に持ってきます。なるほどなるほど。じゃあこの時間の間ずっと今見たくカウントが上がっていく。そうですね。で、すぐに戻したい時にはその戻るボタンをタップしてもすぐに戻すことができます。その場合は採取できるんですか。その時間までで採取したものだけになります。あ、でもその時間までに取ったものだったら持って帰ってきてくれると。はい、そうです。なかなか優秀じゃの。場合によっては置いてきちゃう、タイトルとかもあったりしたと思ったんで。そうですね。なるほどね。この辺は非常に彼らは賢いようです、ね、とか言ってるうちあと19秒ぐらいですかね。あ、そうですね。わしの城がレベル3になるぞ、いくへへへへへ。時間が結構楽しいですね。そうですね。なんか育っていってるなって感じがしていいっすね。あ、来ましたね。来ました。無料ポチッとな。てんてけてん。おお、今度は平均値423になりましたね。ちなみに顔アイコンの下の青いバーと緑のバーあるじゃないですか。あれは何なんですかね。青いバーは経験値です。これはプレイヤーの経験値ですね。はいはいはい。そして緑のバーは体力です。体力です。体力、はい、お体力は、モンスター今世界のマップの方にモンスターがいたのが分かりましたか。ちょっと見てみましょうか。はい、はい、モンスターそのすぐ横にレベル6野人とかいうのがいます、ね、はいはい、15ゴーレムとかもいますね、はい、怖えな。15とか怖いですね。15はかなり強いですね。マジですか。当分挑めねえなっていう感じですけど、こいつらと戦うときに必要なのが体力と。そうです。ほう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 。一回戦うと、約10減りますね。なるほど。あ、別に戦いの中のそのいわゆるヒットポイント的な立ち位置ではなく、違います。それに挑むための、はい、まあスタミナ的な、ね、概念っていう感じってことですね、はい、なるほど。じゃあこのゲージがある限りはとりあえず戦いにはいけると。そうです。なるほど、了解です。わかりました。じゃあ元の画面に戻しましょう。あれ、もう宝箱の画面がついてるけど、どんどん追加されるので、へえ、今度はタップしていく。木材なんですね、はい、毎回もらえるものが違うんですね。これは変化します。なるほど。この中にもコインとかが入ったりすることもあるんですか。コインはかなり低確率ですなと出るかもしれませんね。なるほど、はい、まあ運が良ければということでございますね、はい、で、次はヒントをもう一回見ましょうかね、はい、弓兵者、ここに作れてる感じですかね。兵士には全部で 4つの種類があるんですが、はいはいはい、これは遠距離攻撃が可能な弓兵を訓練できる兵士です。うん、やっぱり離れて攻撃する方が強かったりしますからね、はい、と言ってたらなんかレベルアップしてすごい、なんか今までの画面にない画面が、はい、なるほど。で、初心者のギフト、木材とかいろいろもらいましたね、はい、ここで一番重要なのは初心者のギフトですね。ギフトが重要、はい、これはタップすれば見れるんですか。これは一度、この画面を、消してからアイテムってところに入ってきましたね、はい、じゃあアイテム見ていきましょうか。あ、もう初心者のギフトをやれっていう上からのお達しが出てますね、はい、使用、はい、もういろいろと出てきましたね、はい、アムレターっつって、わ、すげえいっぱい増えた。どのアイコンがどのアイコンなんですかね。これはですね、はい、一番左上が、10コイン、はい、コインのアイコンですね、はいはいはい、でその右が、訓練や建設の加速、おう、スピードアップ、はい、スピードアップです。いいですね。その横も同じですね、はいはいはい、はい、銀の方が5分加速、1の、青い方が、1時間加速。あ、1時間も加速できちゃうんですか、はい、で一番重要なのがその右側の、はい、右側の、はい、巻物のアイコンですね。これですか。はい、これが初心者の意見という
序盤の超重要アイテムです。へえ、これはどんな感じな機能を持っているんですか。これを使えば、帝国の中のどこにでも好きな場所に移動ができます。でさらに言えば、はい、帝国の外にある別の帝国にも移動ができるアイテムなんです。へえ。ちなみにそれはどこを見れば今自分がどこの帝国にいるとかって分かるんですかね。はい、まず左上で画面を戻してもらって、はいはい、はい、戻しました。で左下のアイコンで世界マップに出ます。はい、出ました。はい、左の方に本のアイコンがありますけれども、ゴーレムの隣ですかね。はい、その下に地図のアイコンがあります。あります。はい、それを押してみてください。はい、ポチッと。お、これが今いる帝国の全体像です。すげえ、こんな広いうちのこの青いところにしか僕いないってことなんですかね。はい、そうです。やべえな、これこれのトップに立てって言ってんのちなみにその真ん中の方にちょっとひときわ大きなお城がありますね。そこの位置をタップしてみてください。はい、タップしてみました。はい、これが宮殿です。おお、ここを攻め落とすとその帝国の国王になります。おお、じゃあここがラスボスってことですね。そうですね、この帝国の内での最終目標になります。へえ、まあでもここまででかいと一人じゃ落とせない感じですけどね。これは一人では無理です。あ、無理なんですか。無理です。へえ、システム的にできないようになっていますので。じゃあここでなんかそういう他のキャラクターとの協力性が出てくるっていう感じなんですかね。はい、そうです。なるほど。まあ当分先なんでちょっと今放置しておいて、はい、では、左の方に、はい、地球儀のアイコンがあります。ありますね。はい、これをタップしてみてください。うお、この、今出ている城一つ一つが全部今天狗さんがいらっしゃった国と同じ国なんです。あのサイズのやつが全部こんなにあると。そうです。マジけー、ガンガンスクロールもできます。すげーな、435とか書いてあったけど、はい、隣がもう500だしね。その隣が600で700800、もうこれちょっと 見ていくの疲れちゃう、はい、すごいですね。かなりあるので、これの好きな場所に移動できるのは、はい、先ほどの初心者の移転というアイテムを使うしかないんですね。あ、そうなんですか。はい、へえ、それはかなり重要ですね。そうですね。逆に言うとゲーム始めた時に帝国を選べなかったから始めてから選べるっていう感じになるってことですかね。はい、なるほどね。いや、今のうちに選んどいた方がいいのかな。そうですね、ある程度目星をつけておいた方がいいと思います。なるほど、分かりました。今お城のアイコンの横に国旗のマークが出てますが、はい、はいはい、これが今その帝国の国王が、はい、主要言語にしている国の国旗です。さっきの宮殿にいる王様が主要言語にしてるってことですか。はい、そうです。なるほど。なので、それでそれをまあ目安に選ぶといいんですが、なるほど。残念ながら多分日本は非常に少ないのではないかと思われます。そうですね。まあまあちょっとまあこれだけあれですかね。世界中のプレイヤーがやってるっていうのがよく分かれたり。あ、日本いましたね。お、すげえ。国王信長。すげえ。この人はちょっと。重要な人な気がするけど、はい、でもなんかここに行ったらなんかね、信長さんについていく以外生きていく道がなさそうな気がするんで、僕は見ておきましょう。高いですね。うん、はい、あえてここはあれですよね、やはりアクティブに敵軍をぶっ潰すぐらいな感じの考え方の方がいいんですよね。そうですね。あとはあれかな、なんか好きな数字とかで選ぶのもいいかもね。あ、そこら辺は本当にご自由に、うん、はい、なるほどね。ゾロ目っていうのもありだけど、天狗寺的にはちょっと昔好きだった女の子の誕生日とかにしちゃおうかなまあ昔っつっても中学生とかの時代だけどね。はい、触れなじゃあちょっと初心者の意見やっちゃおうかな。今のうちに写っといた方が安全ですもんね、こういうのって。そうですね、忘れないと思いますよね。はい、で2個あるので、はい、一応1回は取り返しがつきます。あ、そうなんだ、はい、その辺も親切ですね。はい、でもこれはいわゆる主将レベルが6になる前だから5までの間にっていうことですね。5までにしか使えません。なるほど。6になると消えるので、はいはいはい、じゃあ、はい、使っといて損はないってことで、はい、じゃあ早速使っちゃおうかな。使う場合はどうすればいいんですかね。タップしてもいいもん。タップして、あ、この画面ではないですね。先ほどの王国画面に戻してみてください。王国画面、王国がいっぱいあった、あ、はいはい、はい、これかな。はい、これで移転したい
国を選んで、はい、じゃあ5月27日の彼女元気にしてるかい？だ見てねっつのね。ここに、はい、移転したいなって思いますけど、はい、この後どうするんですか？でこの後好きな場所をタップするといいんですが、まずここは宮殿なので、宮殿とその周囲の国土地帯と言われる場所には移転ができません。ほうほうほう。いわゆるこれはこの周りの中央の、そうですね、囲いになってる部分の中がダメっていう感じですかね。はい、でそのそれ以外になったらばいいんですが、はいはい、中央に近すぎると、はい、今度は非常に強いあの城が集中しているので、あまりおすすめはできません。なるほど。じゃあちょっと窓際族じゃないけど端っこの方から攻めていく感じの方がいいですね。辺境でじっくり育成していった方法をおすすめします。わかりました、はい、じゃあ、うん、どうしようかな。こういう時は上か右か左か下なんだよな。その全部じゃねえかってね、今あのツッコミどころ満載のことを言ったんですけど、この辺にしとこうかな、はい、あ、なんかちょっと安心できそうな人がいっぱいいる、はい、あでもなんかゴーレムとか強くねえか。敵は変わらないですね、はい、でもなんかこの辺にこういうのがいっぱいあるっていうのはなんか使い勝手が良さそうな気がするから、この辺にしようかな。う、ね、この辺にポチとかタッチするといいかな、はい、出ましたね、移転、はい、ここで、はい、移転帝国に関与かな、帝国に関与、こっちか、なんかすげえでけえゴミになっちゃった。引けない。加入したいですか？帝国に加入すると、この帝国に加入するには初心者の多分移転がどったらこったら出てるんでしょうけど、そうですね、はい、ちょっとした事故ですけど、あまり気にせず行きましょう。お、なんかこれは移転中の画面です。なるほど。お、できた、はい、ちなみにこれ移転した場合って中の城の様子とかっていうのはどうなんですか？中の城は大丈夫です、変わりません。あ、先ほどの状態でということですね、はい、お、なんかイベントとか出てきましたね。暗黒騎士の襲来。あ、これはこのゲームではあの定期的にいろいろなイベントをやってるんですが、はいはいはい、こうして告知してくれるんですね。なるほどね、はい、でまたどうかがもらえたかどうかもらうと、で内容は変わらずという感じですかね。そうですね。なるほどなるほど、了解ですと。ただあの先ほど場外で採集をしていた兵士は強制的に戻されてしまうので、はいはいはい、はいはい、それはこの中央に映ってるやつですね、はい、さっき映ってなかった。あ、左下の方ですね。左下にいる。あ、ほんとだ、いっぱいいる、はい、さっき白い馬一匹だったのに、はい、これが戻ってきた兵士ですので、俺もちゃんと王様やってんじゃん。あとはお好きなところに兵士を派遣して。なるほど、はい、まあ、とりあえずここは引き続きヒントに従おうかな。そうですね。